世界中の戦闘機の中で圧倒的な戦闘力を誇る F-22 ラプター、実戦で撃墜されたことがない旧世代の F-15 を圧倒的に上回る戦闘力を持つ世界最強のステルス戦闘機 F-22 について迫ります。 F-22 ラプターの最大の特徴は2つ、ステルス性能と超音速巡航性能です。この2つの特徴をもってファーストルック、ファーストシュート、ファーストキル、要するに敵に見つかる前に敵を見つけ、敵を攻撃し、敵を破壊することを目標に F-22 が作られました。そのステルス性能は驚異的です。アメリカのステルス機開発の歴史を知ると、その性能も明らかになります。アメリカ軍はすでに40年前に最初のステルス攻撃機を初飛行させ、現在に至るまでステルス性能を進化させてきました。最初の本格的なステルス機は、F-117 ナイトホーク。地面に対して垂直面を一切なくし、レーダーを来た方向に返さない特殊な形状になっています。ステルス戦闘機で最も難しいのが、ステルス性を発揮する機体の形状と、飛行機として飛行するのに最適な形状の両立です。ステルス性能を高めると、空力学特性が悪くなり機動力が落ちます。飛行性能を向上させるために、機体を最適化するとステルス性能が落ちてしまいます。ステルス性能だけを追い求めるならどの国でも開発できますが、ステルスと機動力、この2つを両立させるのは困難を極めました。 F-117 ナイトホークの設計当時、コンピューターの性能が低く、ステルス性と飛行性能を両立するための計算量を少なくするために平面の組み合わせで設計されました。 F-117 は当時最高のステルス性能を発揮しましたが、独特の形状から飛行性能は高くなく、戦闘機ではなく攻撃機として実戦に投入されることになります。続いてアメリカは B-2 スピリット、ステルス爆撃機を開発します。 F-117 に見られた平面は全くなく、全てが曲面で構成されています。これはコンピューターの性能が飛躍的に向上、ステルス性と飛行性能を両立できる設計を計算することができるようになったためです。 B-2 の驚くべきポイントは垂直尾翼がないことです。通常戦闘機や飛行機は横向きの翼と縦の翼を備え、上下左右ピッチをそれぞれ調整しています。しかし B-2 は最新のテクノロジーによって垂直尾翼不要で高い飛行性能を実現しています。そしてアメリカはついにステルス性能と機動力を両立する制空用の最強戦闘機 F-22 を開発します。アフターバーナーを使用せずマッハ1以上を発揮、ドッグファイトになった際でも他の戦闘機を上回る機動力を備え、加えて最強のステルス性能を持たせることに成功しました。 F-22 が誕生する前、世界最強の戦闘機は F-15 戦闘機です。F-15 の機体重量は27トン、アフターバーナーを利用した最高速度はマッハ 2.5、 戦闘機の中ではかなり高性能な部類です。 F-15 は様々な戦争や紛争に投入され、幾度となくドッグファイトしていますが、結果は0敗、一度も撃墜されたことがないという最強の戦闘機でした。現在でも航空自衛隊をはじめ先進国の主力戦闘機として運用され、今後20年以上にわたり主力戦闘機であり続ける国もあります。 F-22 はこの F-15 戦闘機を敵とした模擬戦闘を実施、 F-22 が少数という不利な状況下で F-15 を全滅させるという、まさに他国の戦闘機では手も足も出せないほど最強な戦闘機です。 F-22 は現在アメリカだけが配備しており、同盟国すら F-22 を輸出する予定がないため、まさに空軍力、とりわけ制空権確保能力はアメリカ合衆国が圧倒的なパワーを握っています。 F-22 のステルス性は先進国のレーダーや敵戦闘機が搭載するレーダーに映らないため捕捉不可能と言われています。またレーダーに映らないため遠距離からミサイルのロックオンを受けることがない撃墜不可能な戦闘機です。さらに F-22 のエンジンはアフターバーナーなしで約マッハ 1.8 を出せると言われています。大きな熱源となるアフターバーナーを使わないため、熱によるミサイルロックオンもされにくく、さらに撃墜を難しくしています。では強大な軍事力を持つ各国の主力戦闘機と比較するとどうでしょうか。まずは日本、
日本は主力戦闘機 F-15 と F-2、F-4、ファントムが主力戦闘機になっています。F-2 はアメリカ軍が4500機以上生産したベストセラー戦闘機 F-16 をベースに対艦機能を強化した日本独自の機体です。F-15 に比べれば戦闘力は落ちます。F-4 に至ってはすでに設計が時代遅れになっているため、実質日本の制空戦闘機は F-15 が約200機ほどとなっています。F-15 は紹介した通り、世界最強と言われていた戦闘機であり、航空自衛隊の制空能力も世界屈指です。しかし、ここ最近になり事情は大きく変わりつつあります。まずは軍事大国ロシア。ロシアは空軍から宇宙空間までを戦域とするロシア航空宇宙軍を立ち上げ、約2500機というアメリカ軍並みの航空戦力を保有しています。F-15 に対抗する戦闘機、制空戦闘機は SU-27、別名スホーイ27です。強力なエンジン出力と変更ノズルを運動性能向上目的で利用することで、垂直上昇やプガチョフコブラという上空で静止するような離れ技ができる戦闘機です。ただ、現代の戦闘機同士の戦いは目視によるドッグファイトになる可能性が極めて低くなっており、機動力が戦闘力に直結する時代ではなくなりました。勝敗は電子機器などのハードウェアと優れたソフトを開発する技術競争であり、F-15 の戦闘力に分があります。よってアメリカが配備する最強の F-22 には到底及びません。一方でロシアは最新の第5世代戦闘機 SU-57 も開発しています。その性能は F-22 に匹敵すると言われており、大量配備されればアメリカとロシアの制空能力の差は縮まります。このように今まではアメリカとロシアが圧倒的な軍事力を握り、互いに競争しながら軍拡を進めてきました。しかし最近は中国の技術力が極めて軍事的脅威になっています。中国の現在の主力戦闘機は J-11 であり、そのベースは先ほどの SU-27、ロシアの戦闘機とほぼ同じです。よって現在の中国はアメリカおろか日本の航空自衛隊に対抗する力がないのが現状です。しかしここ数年でその状況が激変します。 SU-27 をステルス仕様に作り変えた J-20 や世界で2番目に強い F-35 のデータをサイバー攻撃によってアメリカから盗み出し J-31 を開発しています。これらの戦闘機の戦闘力は F-15 を圧倒すると言われており、航空自衛隊の制空権確保能力が危機的状況にあるのは確かです。日本は F-35 の調達を開始、今後100機前後揃える予定ですが、中国の経済規模から見て中国はその5倍以上の主力戦闘機を導入すると見られています。 F-22 は現時点で圧倒的最強戦闘機です。そして今後も最強の地位は揺らぐことはないと言われています。アメリカ軍は潤沢な予算を使い、ソフトウェアやハードウェアを常にアップグレードしており、F-22 は退役まで最強であり続けるでしょう。